月目に当たる。そわそわするなよ、ここらが東京。向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ楽行きにゃ。妄想の天守産業株式会社はついに発足した。その陰には大野商店主人の土地の提供があった。そして茂子が資金を集めるという内助の功もあった。その疲労即売会の日に毛蔵は祝いに訪れてくれるいろんな人たちと会い、つくづくと幸せと幸運を感じた。あ、どうも明けましておめでとうございます。中には素直に喜んでくれる人たちも。かつて取引をした人たちもいた。全く初めての人たちもいた。中にはこの店を妄想と知らずに来た人たちもいた。ミスコスクルファン、はい、芋の入ったちゃんとしたご飯でございます。イモさん、おお、そして譜面を呈する人も。シャリさん、どうぞ。スズメになりとない。スズメ、そうや、岩に米まいてスズメ取る、あのスズメや。確かにそうかもしれませんけど、なんとかしていたちもりにお客さんを集めたいんです。ああ、確かにスズメは集まるやろな。スズメの習性知っとるか。かと思えばわざわざ祝いの品を持って訪れてきてくれる人たちもいた。らしい子、いたち森の日や。いたち森にまた火がついたぞ。その夜、毛蔵は久しぶりに戦友たちと酒を酌み交わした。本当ね。おい、ばあさん。え？泣くんじゃねえよ。でもさ、本当にあの頃のことを考えたら。しかし、山下、あんさん、ほんまによう帰れましたな。本当。てっきりあの時は残されるもんだと思ったわ。兄貴はそんなヘマやらねえよ。そうね。あ、山下さん。な、山下さんに惚れてた、ほら。なんとかっていうあの看護部。あれどうした？うん、あんだよ、ミスは。そう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 。どうした？ね、あれから。鳩場まで。見送りに来てくれてな、うん、それで涙に濡れた目でじーっとわしを見つめて、グッバイ。もう
わしそれ聞いたらもう船飛び降りたのかと思ってな。まあそのシーンな、映画で見たことあるな。いやほら、戦前のあのフランス映画で、お望郷ペペルモコや、それや。しかしあの女本当に親族兄貴に惚れてたんだよな。でもね、外国人の女に好かれるなんて国際的ね。いやけどその時はな、髪の色目の色は違っても、人間心は一つやっちゅうことはっきり分かったな。さすがわしゃそのうちきっと貿易やったな。でアメリカ行って。どうも松尾さんです。あすいません。あ西部屋、あんたは今何の仕事をしとる？いや安藤自動車に勤めてるの。安藤自動車ってなあ、あんたの富士山の絵描いてたん違うんか？いや、それは車にペンキは塗ってるけどな。ああやっぱりペンキやよこれ。あ、シグはみんな紹介したな。はい。でも驚いたわね、山下さんの奥さんって美人なんでさ、ねえ、こんな美人の奥さん泣かせるようなことしたらダメよ。あ、ほい、何するかわしら。でも今あんとかなんとか。まあ、あ西村、その、安藤自動車やったな。はい。これ、大きいの？工場は大きいですよ。でも、バスやらトラック作ってましたからね。あ、それに、なんぞ、イルマって言うとこもあるや。ああ、まあ、こうて、せいぜい、な、チューブルやで。そのうち儲けて買わしてもらうから。そんで、石川班は？え、わし？わしな。あれから入ったよ。あんた、前行った劇団探したんだから。どこにもないんだな。しょうがないから今はストリップショーのな台本書いとんだよ。あら、ストリップに台本いるの？バカにすんなよお前。当然じゃないかねえ。立派なもんだよストリップって言うけど、バーレスクっつってな、アメリカのストリップなんか見てみろお前。10人くらいブワーッとしたのがお前出てきてズワーッと踊るぞ。10人も外国の女が当たるわよ。綺麗でしょうね。アンみたいな女の人ばっかりが出てきたら。安藤自動車でさ、ね、女の計算係っていうのはいらんかな、あんたとか。ああ、それさ、自動車で思い出したけどな。ちょっと小高呼んでくれんか。ちょっとみんな、紹介してくれ。はい、今呼んできました。すいません、どうも。安藤。人のうち揉めさせる気か。あら、なんで？あら、なんでってとぼけやがって、奥さんの前でアンアンっていうバカがいるか。どうしてよ。どいつってお前、奥さんのそばで兄貴に惚れてた男のこと言って、おや男じゃねえ女のこと言ったのに。まったく、まあ奥さん息するか。たかが女のことじゃない。いい男が惚れたらやきもち焼いても、女がどうしてやきもち焼くのよ。あ、ほらダメだよ、これ正常じゃないもの。ちょっと何言ってんのよ。馬さん、あんたまで笑うことないでしょ。私にね、名古屋で旅費使ってもらったの忘れたの？旅費そうよ、私をこの人売ったのよ。それを言うなって。言うなって、何も言っちゃいけないの？アンのことも長いのことも。アンさん、アンさん、ちょっと。知らないと兄貴とも揉めた。あら、こんなことでも揉めたら夫婦じゃないわ。皆さんと楽しんである最中に悪いんですけど。いやいや、それよりなお前、誤解したらいかんぞお前。あん言うたらやな、安藤自動車とか言うとこのことですやろ。お前そのことでわし言うの違う。小坂呼べ、小坂。いや、その小坂さんが何や揉めてはるんです。揉めてるで。なんでや？バス売った人と。バス？ええ。どこで？下です。言ってみろ。アンさん？ん？アンって人のことですけど。心配すなよ。アン言うとろ、お前まんじゅうのアンのこっちゃ。安心せよ、お前。そうですか。私はまたアンさんが持って帰らはった写真の看護師さんやと思ってました。何？どういうことじゃそれお前。アンさん、新しい店の開店日にこんな決定のことで夫婦が揉めになりやですね。下降りてみてください。
社長、そうだ、それは約束が違いますな。なんで違いまんねん。ですから。ですから、メタルが来ない。何で来ないの。いや、なんでもない。話がするから、すぐ言ってた。いや、今日はうちの開店日やからな。ちょっと揉めたら言え。バスのことで揉めとるんか。ようご存知でんな。私はここの天守産業の社長の山下桃蔵いますね。ああ、そうでっかいな、こちらさんの。いや、わてな、この人に中古のバス世話した山西ちゅうもんやけどな。実はな。いや、そんならわしが話すわ。実はな、この人からバス買うとき、まず10万円払うと、あとは手形で払うっちゅうことになってたんや。手形で。おや。はい。それというのも父に相談しましたら、現金はなんとか銀行から借りるようにしてやるって言われたもので。そしたらこの人今になって手形じゃ困るって言い出さはって。それちょっとおかしいやないか。一旦手形でええと約束しといて、そんで今になって帰るて。ああ、それともあんた、バス他に使えるとわしらの足元見たんか。俺やったら約束通り手形でやってもらうの困るやないか。ところが話が違うんだ。さそうやから何が違うんですか。ちゃんと手形を払うとはありませんか。いや、それはまあ確かにもらいましたね。せやけどあの時の話では、こちらさんのお父さんは三遊銀行のお方やって聞きましたわな。そうです。ところが私調べましたらな、あの三宅さんって方は銀行辞めてありますせ。なあ、わても初めての取引やし、まあちょっとやそっとの前途ちゃいますわな。それを手形にする中端は銀行のお方やと聞いたさかい出すがな。銀行のお方やなかったら何の信用ますねんな。するとあんた何か、三遊銀行の三宅さんの振り出さはった手形をもらう約束してたんか。いや、それはまあこの人の手形やけどな。それやったら何も言えんな。三宅さんが銀行の人やと思い込んで手形決めたあんたが悪いの違うか。もうそうでっか。わかりました。ほなまあ今までの話はなかったことにして、バス持って帰りました。おい、バスを。もうや、全額払うまであれわしの名義になっとらんのちゃう。けどお前手付け売っとんだよ。いや別にな、契約書っちゅう契約書もないしな。まあそれな、今までもろた金返しますさかいな、ちゃんとこなしても持ってきてまんにゃん。で違約金の取り決めもないこっちゃしな。それまでして。いやてんな、嘘までついてもう危のってしゃあないやな。嘘じゃありません。父は三遊銀行の副頭取りまでしたこともあって。それは用意してますせ。せやけどあのお方はな、 GHQ の戦犯で追放ならあったそうですせ。なあ、今の時そういうお方が一番合うのがせ。元陸軍大使とかなんとか言って、もうこの戦争中のお偉いさんな。違います。父は現に無罪になって銀行に復帰することになってるんです。せやと復帰したらやの、なんでなんねや。いや、それはそれ見なあれ。よし、分かった。小坂、もうバス諦め。いや、契約書がないから言うて一旦約束した条件を守らんて、そんなもん飽きんどやないがね。損するのこのおっさんの方や。そうでしたろうかな。まあなぜわてのバスやのうて人さんのバスですさかいな。払えんかったらこっちが引っかぶらんならさかい。まあ、危ないことはせんことせんこと。あ、ほなあのバスの明日持って帰りますさかいな。言うときまけどな、あのバスに何ぞ悪さしょうんで飽きまへんで、あの中ちゃんと人乗せてまんねん。ほなこれ返しましたからな、受け取り返しとくれ。取ってきますわ、2階のカバンに。私が取ってきます。おい、誰かいんか。はい、失礼します。誰か。2階にある小坂のカバン取ってきてくれ。はい。あ、ついでにな、西部っちゅう男がいるはず。わかりました。なおさ、受け取り持って帰るついでにあんたのバス持って帰ってくれんか。いや、まあ、バスってバス走ったよ。けど飛鳥はわしんとこの土地や。あんたのバス置いてもうたら困んねん。そやけど運転手がやな。そんなもん知らんがな。あんたは嫌や言うて持って帰るんだやろ。あんさん、それ嫌がらせっちゅうもんですせ。嫌がらせ。そうでしゃないがやな。みすみす持って帰れんと分かってですせ。あんた、するとみすみす持って帰れんと分かってて、そんで話壊しに来たんか。おい、これやっぱり言いがかりやで。おい、そんな言われまんのかな。ほなよろしおま。ほならな、今晩一晩バスを貸してもらう土地の借用で払いまえわ。いや、あんなもいらんわ。バス持って帰ってくれたらそれでええねん。そうかってやな、あんた。よし、ほんならこの地主さんに交渉しますわな。ここあんさんの土地はのうて、大野藩中地主さんの土地でしたろ。あんさんタダで借りてなんやろ。よう調べとるやないか。もうそらもうな、なんせな、バス売った詐欺の方なんでもな。けどわしがバス買うわけやないぞ。せやけどあんさんバス売つごてなんやろ。でバスの置いてるとこはあの土地の地主さんのもんでしたろ。なん、じゅんさんに言いまよか。言うてもろても一緒。あそこはバス置き場やから。バス置き場やったら別にどけんかってやな。今急にいるわけやなしですよ。どうしても入れたいのよ。明日の朝までにバスを1台な。へえ、どこが入れまんねや。わてかてあのバスをやっと1台手に入れたんですし。社長、連れてきました。それからこのカバンは。あ、こっちに戻ってもか。兄貴、
西部さんに何かよ。ああ、ちょっとこっち入ってもらってくれ。こっちこっち。あや。なあ、西部さん。さっき話してたバスのことやけどな。うん。安藤自動車に言うて、一台こっち持ってくれんか。ほんまか？そこで、今あんの違うの？いや、それは残念ながら持って帰らはるそうやね。で、どうしても一台欲しいね。うん、そうか。いや、それやったら、わしも鼻たくなるしな。おい。俺はな、明日でもな、言おう。いや、今すぐ電話つってな。一台入れて持ってくれ。今ってそんな明日、そら無理やで、そんなもん。今から頼んだってやな、そんなの。1ヶ月や2ヶ月かかんねえ、正常に。よし、そしたらな、チューブルでもええ。どうしても欲しいから、借りて持ってくれ。よし、なんとかしよう。電話。ああ、ちょっと、店の電話貸して。え、こっちだ、こっちだ。うん、なあ、うまいこと手に入るとよろしまんのにな。受け取り。はい。じゃあ、どうやろうな。おい、小坂、これはただの手形の問題やないぞ。え、じゃあ何ですの。いや、ほんまに信用だけを心配しとるんやったらやな、わしがバスを借りるとか買うとか言うてた時に何とか言うよるはずやろ。その反応を見よう思ってたんやけど平気な顔しとる。ということは何か、絶対何か。西部、断らないかんな。おい、真野、真野。大阪さん、今晩一晩バスの中で晩しててや。手立てはすっげえのかな。頼むで。でここの奴らがな、なんか聞き出そうとしても言うとあかんねえで。え、でここどけつてもこのわしに言うてくれって言うんやで。危害を加えられるんじゃないでしょうね。怪我でもさせられた拍子の昔のことを思い出すかもしれんやねんで。頼むだな。見たことあるかとな。何かあるんじゃないかなって来てみたら、このバスの中の男がもうや、知り合いか。それが思い出せねえ。お前、思い出せ。もしお前の知り合いやったら、これ事情が解けるかもしらんぞ。兄貴知らねえか。わしが、このカード、ああ、その男、さっきの指示の家で居候しろ男やで。名前聞いた。いや、どっかで見たか。俺はしっかりしてくれよ。え、俺は頭悪いから思い出せねえけどもよ、何か思い出せるぞ。頭いいんだから。頭がいい。うんの、うんの、沖縄で死んだじゃねえかよ、女。こっち、早く、
運の。兄貴。触ったりな。捨てたれ。敵や。敵や。したやぞ。いや、読み。いや、この顔よ覚えとけよな。ジャニ。あ。しかし、しかしやマロエ。あん時雲野は死んだと確認したわけやないやろ。何の状態じゃな。いや分からんぞ。あの女のばあさんいたら、うん、あのばあさんにどんな手当てを受けたかわからん。ちょっと待ってくれよ。そんな言うたらあの男戦争で負傷を受けて気がついたらアメリカの赤十字線の上に乗っかってった。何やと。そんなら雲野。雲野やな。雲野だろ。忘れたんかおい。わしや山下のもうや。おう、馬の絵だ。馬？運の絵ないのか。違うな、人違いらしいな。らしいな。知り合いやったか。人違いらしい。名前呼んでも決対な顔しよる。待てよ。そない言うとあの男なんや記憶はないとか。いや、アメリカの赤十字線に乗ってからのことは知ってるけど、それ以前のことは何も覚えとらんと。すると、ああ、かなりの怪我がしてたらしいんで、その時やないか。じゃあ、間違いねえよ。いや、しかし、その女がなんであんな男のところに。さあ、今は手紙を英語に書き直したりしてるそうや。英語って言ってるだ。運河に間違いねえよ。運河、思い出せ。お前の名前は雲野って。雲野。そや、わしらと一緒にな、敦賀の連隊に入ったよ。そや、お前は京都の生まれや。京都？この私が。そや、京都や。嘘だ、京都弁なんか使ってないぞ。そらそうだな、それまでは京都弁なんか使ってなかったんだよ。そや、それにお前学者の息子やったからな。学者？そや、なんとか言うたな、うん、なんとか言う学者。お前脱走したの覚えてるか。脱走？そうだよ、伏見の37連隊にいた時だ。嘘だ。あんたは今駿河という、それにあんたは伏見だ。もう食いちゃってる。いや、それはや、わしは駿河の連隊から出動してな、伏見の連隊に一晩泊まったんや。その時だよ、お前が脱走したのは。それも嘘だ。あんたたち日本の軍隊で脱走が不可能なこと知らないのか。それお前は脱走したんやないか。あんたたち、私が脱走してなんで戦争行った。脱走したら演奏もんだぞ。いや、だからさ、それを兄貴の計らいで脱走じゃねえってことにしてもらったんだよ。そんな不可能なことができるほど軍隊甘くないぞ。それは与田少尉殿、与田少尉殿。そうや、それが兄貴の特別のお願いでそういうふうにしてくれたんだよ。この人の階級は二等兵や。あんたたち、少尉殿が二等兵の言い方聞くと思ってるのか。あんまり興奮させたら。ああ、まだ、これちょっと無理や。ああ、無理だな。あんたたち、そんな手使って何か言わそうとしても、このバスに関することは何も言わんぞ。出ていけ。うんの。まだ、出ていけよ。行こう。諦めるんだな。なあ、兄貴。これ一遍に言うと無理だしな。どうでした？いや、しかしバスに関して何かあったことは事実や。あの男バスに関して何も言えんと言うとった。主人から口止めされてることは確かや。じゃあやっぱり。そや、そう言うてたな。けどわしは何や、
こいつが運のと分かっただけで頭の中いっぱいやね。兄貴、俺にもう一回。いや、やめとけ。主人に口止めされてるとしたら、雄太がなおのことも警戒させるだけや。かといってこのまんま。もちろんホットガン。これが見捨てておかれようかや。おい、お前とにかく家の中入ってな、警戒させるだけや。心配してはります。あ、分かった。足行こう。なんぞ食い物あったらバスの中に持っててやってくれ。バスなんや返すようになったって。そんな男に何で食わすんですか。その男はわしの声優やったよ。声優。ああ、水本がいつか言ってたやろ。面会に行ったら母親が会いに来てたって。あの運のとかいう人。そうよ、あの男やって。けどあの人を戦死しはったって。それが生きてたや。中入ってもらおうたら。いや、大阪ちょっと説明したっておれ。おい、マノイ。いや、いや、一体どうなってるんです。実は記憶を失うとるんです。記憶、記憶喪失症か。え、うん、ああ、いや、すまん、すまんかったな。マジでな、いつも心配してるで。せっかく頼まれたバスまた断られたっつってな。すまんすまん。何しろこれにはちょっと事情があってな。あれ、そう簡単に注文が取れると思ってんかって。そうかて、会社にかけたらちょうど夜勤してた副工場長やっていててな。それであんた頼んでくれたんか。そんなこと知らん無理やさ。そしたら迷うてんのかい。考えてみ。わしにお前注文が取れるはずあらへんてんのかい。悔しかった。泣き上戸で笑ってるかい。いやいや、これはな、悪い、これわしが悪いね。な、すまんすまん。いや、しかし何しろちょっと緊急事態が発生してな。な、何があったい。いや、まあ元々はバスのことやけどな。バスのことだけ言わっといてちょうだい。お腹空いてはるんでしょ。どうぞ食べてください。そんな飯で釣ろうとしても無駄ですよ。何を釣るんです。私に喋らせようとしてもですよ。じゃあ、むしろ敵方の私に、なんでそんな飯を。アンさんは、ご存じないかもしれませんけど、私はアンさんのお母さんを存じ上げてるんです。と言うても、詳しいことは知りません。ただ、敦賀の連隊で、面会日に一緒に会うたんです。その時、アンさんのお母さんは、アンさんに食べさせようとして持ってきはったおはぎか何かを上官の人に見つけられて、アンさんが殴られはるのを見て中に止めに入ったんです。思い出してください。それは敦賀ですか、伏見ですか。敦賀でした。じゃあ、あんたは山下っていう人の奥さんですな。はい。あんたは馬とかなんとかっていう人の奥さんですか。いいえ。もうなんだかも知らないが、みんな私に興味があるようですね。なんでです。こんなにバスのことが気になるんですか。いえ、うちの人は戦友やからです。アンさんも戦友だろ。戦友ならさ、わかりそうなもんだよ。それはわからねえから困ってるんだよ。いや、しかし軍人ならばだよ。それがな、軍人らしいとこちっともなかったんでな。でもみんなあんまり軍人軍人って偉そうに言えないわね。いや、ところがそういったよ、本当にこれっぽっちも軍人らしいとかなかったんだよ。人だって片手に難しい本持って。あれ、兄貴なんつんだっけ。統計学。ああ、そんな難しい本だったよ。あ、そんならさ、そのこと言ったらどうだい。それで思い出すなと。え、ところがな、今のあいつは軍人らしい軍人しか覚えてへんだよ。
軍人らしい軍人。まあ、つまり自分でも何とか思い出そうとしているうちにいろいろみんなの話聞いて、なんで、まあ、軍隊だんだん分かってきて、それも人の話を聞いて軍隊を覚えたんよ。ややこしいわね。それだな。それであいつは最も軍人らしいようなことばっかり言うんだよ。てめえ沖縄で女に夢中になってたの忘れて。女やて。玉子いう女でな、まあ、遊郭で働いてたんやけども、そのあの男は清純やと思い込んでたよ。それにあの女の方も撃たれよった。かわいそうやな。お前まだ酔うとんのか。今度本当ないで。ねえ、でその女の人は。ああ、二人とも砲撃でやられた。最初の艦砲射撃。ねえ兄貴、こうなってくるとあの子も本当に死んだかどうか分かんなくなってくるな。そうやな。ねえ、その女の人の話をしてあげたらどうかしら。おやな、覚えてるとしたらその玉子のことか。今の状態ではあいつ沖縄のことも覚えとらんやろ。よし、で、俺たちの手でさ、思い出させてやるじゃねえか。お前戦友だな。な、たとえ顔を合わせなかったってさ、沖縄にいた戦友だよ。さ、戦友や。そうよ、戦友よ。感じが出ねえんだよな、戦友の。よし、行こう、行こう。いやいや、ちょっと。あんた戦友戦友とおっしゃいますけどね、戦友ならどれほど記憶を忘れても思い出すものですよ、こう見りゃ。けどそうじゃないってことは違うってことですよ。なんとかしろってダメですね。奥さん、やめましょう。もうこれ以上この人を何とかしようと思っても無理ですわ。この人は記憶を失う前もうぬぼれ屋で鼻持ちならなかった人だと思います。もう何も言わせんから食べるだけは食べてください。せっかくあんさんに食べてもらおうと思って作ったんですから、あのここ置いときます。ほんなら、あの、私のお母さんのことを知ってるって言ってましたね。はい。名前は雲野さんとしか知りません。また雲野か。私は雲野じゃない。なんでわかるんです？自分の名前ぐらい聞いたらわかりますよ。戦友の顔を忘れていてもですか。うちの人は帰ってきても雲野さんのことは言うてました。沖縄で戦死したって。沖縄？お願いだから向こう行ってくれよ。出てけよ。話はやめてくれ。何をしても無駄だ。確かに違うのかもしれない。けどな、お前のことは思い出さんでもいい。しかしたった一つだけ思い出してほしいことがあんねん。玉子さんのことや。玉子？それは誰ですか。おい、お前玉子さんのことも覚えてへんちゅうのか。あんだけお前のことを思って死んでいった人のことを。バカなこと。何がバカや。わしはな、この目で見たんよ。あの玉子さんがお前の体をかばうようにして死んでいるのをな。わしはてっきりお前も死んだと思ってた。ところがお前は助かった。あの玉子さんのおかげでな。その玉子さんのことも忘れてるっちゅうのに、なんで嘘と言える。その人はどこの人ですか。沖縄の人。沖縄？じゃあ私が沖縄にいたとでも。そうや、わしと一緒にな、一緒の船で行ってな、そして敵の魚雷を受けて同じ島へな。玉子という女はそこで知り合った女だと言うんですか。そうや。なんで陸軍二等兵が女と自由に恋愛できるんだ。民宿してたんや。わしとお前と馬の絵の三人で。玉子さんそこの娘や。違う。この私がどこにいたか教えてやるか。沖縄じゃない。この私が気が付いた時はアメリカの赤十字の船に乗っていた。ということは南の島のどっかだ。沖縄じゃない。沖縄なら死んでるはずだ。あそこのおばあさんがもし生きてたらな、
あそこには地下室があったんや。薬とかタバコ隠してた。もしかしたら薬ぐらいあったかもわからん。なあ、思い出してくれ。なあ、思い出してくれ。玉川のことを、いや、せめて沖縄のことを。お前は沖縄にいたんやから。うんの。何ですか、この人たちは。この人たちはな、わしの戦友たちや、沖縄の捕虜収容所にいた人たちや。今日わしの開店披露に来てくれてな、なんとかしてみんなでお前を思い出させてやろうと言うてくれやったよ。そうや、言うとくけどな、この山下さんはな、お前を騙すような男やないぞ。そらお前、沖縄時代みんな助けてもらうとやん。君も助けてもらえ。そうよ、信じなさいよ。この人も戦友か。そうだよ。嘘だ。こんな兵隊はいないぞ。どっから人を集めてきた。出てくれ、帰ってくれ。いや、帰らんぞ。お前が思い出してくれるまでな。あんたは私を脅迫している。そして何とか言わせようとしてるんだ、罰のこと。大阪さん、思い出しますかね。さあ。でもあんなに反抗してる人は何までして。それが戦友というもんだと言われても、戦友って一体どんなものか僕にはさっぱり分かりませんね。戦争いかんかって戦友ってあるんと違いますか。え、戦友って同じ軍隊の同じところで寝て死ぬ思いをして戦うてきはった仲間ですやろ。だとしたらうちの人と大坂さんも戦友やと思います。わしともやんが。そうです、幼なじみで小さい時から一緒で、デッチの時からずっと一緒で、それで商いという戦争を一緒に戦うてきはりました。どっちも命がけで。いや、そう言うたらそうですね。もし大坂さんが記憶を失ったらああなるんでしょうか。いえ、すぐに思い出さはると思います。どうしてです。うちの人はこの小坂さんの何から何まで知ってはるからです。もし思い出さはらへんかったとしても、小坂さんを追い込むようなことはしはらしまへん。追い込む。雲野さんは今追い込まれてはります。うちの人は雲野さんを何とか思い出させようってかかってはるからです。あのバスのことを知ろうとしてですか。それもありますけど、雲野さんは小坂さんとは違うて軍隊の時からしか知りませんですやろ。それ境に余計難しいと思います。すると小坂さんと社長との関係は戦友にも勝る関係なんですね。そういう間柄は何て言うんでしょう。まあ親友や。戦友っていうのは戦場の友、戦場で一緒やった友達。けどわしらは親友や。親の腹から生まれた時からの友達やな。親友か。作らなきゃいけないな、そういう友達を。やめんなよな。いや、これ以上いじめちゃってはかわいそうだよ。これではなんだか苦しめてやってるみたいじゃないか。いや、もうわしらは別に。分かっとるけどな、これはマヌエル言うとんのは当然らしいな。わしはなんとかこの男を思い出させてやりたいと思ってたが、それはどうやら間違うてた。いや、もう間違いじゃないよ。いや、間違うてたんや。思い出させてやるっていうのはな、何もそう急ぐことはないね。けどさ、このバスの中に雲野の顔を見たとき、さっきの主人がなんであのバス持って帰ろうとしよったか、なんとか聞き出そうと思ってた。それは事実や。けどそれがかえってこの雲野を苦しめとることになっとんねん。もう行こう。なあ雲野、悪かったな。
無駄も聞かんぞ。これからどうしはるんです？ええ、またバスでも探します。今度こそ父がはっきり話をつけてくれてからやります。しかしもうこれ以上三宅さんにはお願いしない方がええと違いますか？どうしてです？考えてみたら三宅さんは智子さんのために銀行を辞められたんです。それにお金のことを頼むっていうことは銀行に残ってる人に頼むことになるんと違いますか？大阪さんの岩春のも最もやと思います。銀行においでのお父さんなら簡単にできることでも、今の立場ではそう。でも父にはコネがあります。今までの付き合いも。しかしみんながさっきの主人みたいな目で見てたら、それはお父さんかて。それはそうですけど、でも何とかしないと。口挟むようですけどね、大阪さん、あの小型トラックってのはあれバスより安いんじゃないですか？ああ、バタコってやつですか？バタコ？いや違いますよ、あの小型のほら三輪トラック。それをバタコって言うんですよ。あ、そうですか。それならちょっと安いですけどね。大阪さん、いっそのことね、運送業を始められたらどうですか？運送業？ええ、この世にどんどん店が増えてきたらですね、運送業はなくてはならぬもんですよ。運送業か。バスを？そうです。私の家に出入りしている男がバスを売ったと自慢話をしてましてね。誰に売ったんだと聞いたら小坂という名前が出たんです。小坂？ええ、その時は分かりませんでしたが、三遊銀行の三宅という名前が出て分かったんです。で、そのバスを大阪が買うて何人？そこで私もそのバスをどこで使うんだって聞いたら、それがなんと板絞りの例の大野の土地で開いた天守産業だと分かったんです。天守産業？そうです。主人は山下毛蔵って男です。またあの山下の毛かい。ご存知ですか？ええ、存じてるどころか、この旦さんをはじめわてらが煮えを飲まされた相手です。そうですか。するとやっぱり仇討ちだ。マサさん、え、なんとか断らせてください。そのもや大阪に協力させるようなことは。いやいや、私も大野の土地の話が出た以上ほっとけませんからな。すぐその話断れと言ったらもう金を受け取った。ただし半分以上は手形だから、もしバスを現金で買い取っていただけるなら断るって言うんで、よろしい、私が前田さんに話をつけるから、とにかくその話をキャンセルしろと言ってきたんですが、どうです前田さん？そう、急的です。なんとかそのバスを買い取って一泡吹かせてやろうじゃありませんか。どうやって？ああ、それですよ。面白い方法があるんですよ。面白い方法？何です？前田さん、この人信用できますか？すんまん、お邪魔しました。どうもご苦労さんでした。あ、わし智子さん送ったらもういっぺん帰ってきますさかい、もうやに。はい。あの、静かになりましたな。はあ、ほんならまた帰ってきますさかい。